澤田彩子と申します。ナイローデで2012年2013年にインターナショナル MBA をやっていました。今オランダに残っていましてコンサルティングをやっています。オランダを選んだ理由というのはとても一つの理由では説明できないくらいたくさんあるんです。たくさんの魅力にあふれていて不可能を可能にするという精神にあふれています。 MBA をやる国としては最も最適な国の一つになるんではないかと思うくらいです。オランダに留学生として勉強するというのはとても恵まれた経験だと思います。それからこちらに来ても一人ぼっちというふうに感じることがまずないのは英語が多くのところで通じるせいかと思います。大学でどこでも英語が通じてしまうのをはじめとして街に出てもどこでも英語が通じるんですね。ですのでオランダ語ができなくて大丈夫かなというふうに思っている人にとっては最適の、国だと思います。日本人としてオランダに来るということはたくさんのメリットがあるんです。ヨーロッパの他の国に来たいという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、オランダに来ることによって就職、起業、それから留学の道が開けるというのは多くの方にとってあり得るんじゃないかと思います。日本人にとって起業がしやすい国というのがまさにオランダですし、それからオランダに就職をしたい、もしくはオランダからヨーロッパで働いてみたいという方にも多くの門戸が開けています。ナイローデというビジネススクールの名前はオランダにある学校として知っていたんですけれども、ナイローデを選んだのはオープンキャンパスに来てみて一目惚れをしてしまったからです。ナイローデという美しいお城があるそばで学生みんな、日夜ともにして勉強する、この環境は他のどこにもないと思いました。ヨーロッパに来てみて勉強してみたい、もしくは起業したい、就職をしてみたいという方にとってはオランダ一番の選択肢なんじゃないかと思います。自分に挑戦したい人、成長したい人はオランダへ。